吉田さん、お疲れ様です。そうですね、悩みの種類は変わりましたね。これが変化ではありますけども、進化でもあるのかなと思います。ずっとですね、何かをしたい、何かをしなければならないっていうふうに堂々巡りしていた、これははっきり言って進化がなかったんですよ。変化もなかったでしょう。でもとにもかくにも、今までやらなかったことをやってみる、そして加えて今までやってきたことをやめてみるっていうことによって、変化と進化が起きるんだと思います。もちろん変化の中には退化ってのもありますからね。でも退化するからこそ、余計なものがなくなってスリムになって、やりたいことがもっとできるようになるっていうこともありますので、結局はね、変化を恐れないことなんですよね。世の中は変わり続けている。なんで世の中が変わり続けるかっていうと、世の中に変わっていく人がいるからなんですよね。まあ、地上に70億人とかいますけども、全員変化しなければ世の中は変化しないんですよ。でも年齢とともに行動や考え方が変わったり、できなかったことができるようになっていく人がいて、できていたことができなくなってくる人がいて、それは時代のせいとか、テクノロジーの進化とか、戦争とか不況とか飢餓とか、さまざまな問題で、やりたくても社会的条件が揃わなくてできないっていう問題と、社会的条件は揃ってるんだけども個人的に行動できないっていうね、こととか、まあ、せめぎ合ってるのかなと思うんですよ。で、基本的には誰かが自分の行動を邪魔することがなくて、じゃあ一番邪魔をしてるのは誰かっていうと、やっぱり自分自身がなんでしょうね、変化したくないっていう気持ちが変化を遮っていて、で、他者から見たらね、人が変わることってへでもないですからね。変わろうと変わるまいと関係あるかいって話ですからね。ということでございます。いってらっしゃい。